はい、どうも、こんにちは。今回また逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから逆転裁判1をね、やっていこうかなと思います。前回は、最後の、なんか、心理胃袋たけしの、違う、胃袋たけしの死と、煮干し三郎が犯人かどうかっていう裁判の、まあ、最後の裁判になって、一応今回ね、証人として、この姫神が来てるわけよ。で、一応軽く話して、こう姫神が犯人じゃないのかっていう方向でずっとやってきた。で、この今からは、どうやって死体を運んだかっていうとこについてね、議論していこうかなと思うわ。あなたは死体を第一スタジオに運んだのです。このライトバーに乗せて。は？口を滑らせましたね、あなた。あなたはさっきこう証言しましたね。もう言わなければよかったのにな、ライトバン。疲れてたからうざいに運ばせたわ。ライトバンがあったでしょ。うざいに運転させたの。あなたはライトバンに死体を乗せて第一スタジオへ行ったんだ。そしてみんなが集まる前に死体を着ぐるみに入れたんです。ちょっと待て。ライトバンを運転したのは宇佐井監督だったはずだ。弁護人は宇佐井監督が共犯だと言ったというのか。証拠あるか、証拠。多分共犯だけどな、普通に。証拠がないよな。証拠ないんだよな、でもこれ。大丈夫かな。証拠ないからな、もちろん共犯、もちろん違う。まあでもこれは共犯っていうことになりませんかっていう問いだから、そうじゃない。当然、宇佐井監督は共犯です。死体をライトバンに積み込むのも、着ぐるみに入れるのも、姫神さん一人では無理ですからね。それに父様の着ぐるみも始末させたんじゃないですか。胃袋さんの血がついていますからね。おそらくあの小さな焼却炉で焼いたのでしょう。どうですか、姫神さん。まだ続けますか。お、本性送るか、本性が。もう結構、あなた見かけ以上にやるわね。ふ 私の負け、楽しかったわ。認めちゃっていいの？それで？はてなじゃありませんよ。何か言うことはないんですか？何を言えばいいの？負けましたわとかなんとか。それならさっき言ったわ。つまり、姫神さくらさん、あなたですね。胃袋たけしを殺害したのは。何この間？何？喋ってよ、わからないわ。は？なんでそうなるのかしら。いい？私、あなたと知恵比べをしたのよ。その結果確かに私犯行は可能だったみたい。その通りです。でも、それはあくまで可能性の話。証拠となればまた別よ。決定的な証拠ないじゃない。なな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 なですって。静粛に。御剣侍、どう思われますか？むむむむむ。もちろん証人の言う通りである。確かに極めて怪しいが、証拠となるとない。御剣のやつが迷っている。どうしたのかしら。私は今日証人としてここに来たのよ。質問がなければもう帰るわ。くそ、どうする。あなたがやったんだ。もう一度証言を。質問思いつかない。あなたがやったんだ。ちょっとな、頭悪いよな。
もう一度証言お願いします。もう一度ですか。諦めの悪い男、いいかしら。私もう一度証言することになってもさっきと全く同じことしか言わないわよ。それこそ一言も漏らさず完璧に同じことをね。そうしたらあなたどうするの？ね、同じ質問をして同じ答えを聞いて時間の無駄よ。くそ、今度こそこれまでか。では質問もないようなので、これで姫神さんに対する質問を終了します。は？御剣？どうしました御剣剣士。異議を唱える間に何か質問を考えようと思ったが思い浮かばなかった。そうですか。ではお待ちいただこう。証人、もう一度証言。あなた確か検事でしょ。なんでそんなにしつこく私を。とにかくもう一度だけ証人の話を聞きたい。どういうことなの裁判長。さっきと同じことをまた繰り返すのかしら。三つ劇源氏、同じことを証言してもらうわけにはいきません。一体何を証言してもらうのですか。それは、そうだな、その死体を発見してから後のことをお聞きしたい。死体を見つけてから後。わかりました。では証人、証言お願いします。ふう。ナロデ君、どうして三剣剣士が。さあね、あいつにも分かったんだろ、誰が犯人か。でも被告人をみんな有罪にするのが俺のルールだって偉そうに言っていたのに。三剣、彼の中でのさ、正義が何なのかがさ、今見つかったんじゃないの。死体を見つけた時は無罪や警備員の大場がいたわ。スタッフの子もいたし、いなかったのは煮干しだけ。すぐに警察を呼んだわ。煮干しも遅れてやってきて、警備員の大場が大騒ぎだった。こいつが犯人だって。私はその場にいなかったことにしてもらって、一旦コテージに台本や演出ノートを取りに戻ったわ。そしてその日はそのまま帰ったわね。この証言に特に問題があるとは思いませんが。なるほど君、尋問。なるほど君、あと一押しだよ。あの人強がってはいるけど、なるほど君、もう追い詰めているんだから、最後の鍵を見つけたらきっと勝てるよ。ちょっと今日調子悪いな。死体を見つけた時はうざや警備の、でも一応全部聞いていいかな。それは何時頃のことでしたか。リハーサルの集合時間は5時だったから、その頃だったと思うけど、あなたと宇佐井監督は何時にスタジオへ。その10分ぐらい前かしら。死体を着ぐるみに詰めたりなんかはしなかったわよ。姫神さんがスタジオに着いた時、他のスタッフの皆さんはまだいなかったわ。それならば宇佐井監督に手伝わせて死体を着ぐるみに。お待ちなさいな。だからさっき言ったでしょ、死体を着ぐるみに詰めたりなんかはしなかったって。人の話はよく聞くものよ。僕証人、続けてください。全部聞いてやる。じゃあ煮干しさん昼寝してたんですよね。本人はそう言ってるわね。誰も呼びに行かなかったんですか。死体は？死体を前にしてそんな冷静でいられるわけないでしょ。殺人犯だって言われてもそんなに冷静なくせによく言うよ。あ、全部揺さぶれるんだ。それは逆じゃないでしょうか。逆？殺人が起こって一人だけいない人間がいたんですよ。探しませんか普通。その通りですね。いかがですか証人。そりゃ理屈はそうかもね。
でも実際に私たちそれどころじゃなかった。それに煮干しはトン様の着ぐるみを着ないといまいち目立たなくて、よくロケバスに置いていかれたりしていたわ。かわいそうな煮干しさん。それじゃあしょうがないですね。しょうがなくはないだろう、裁判長。その間皆さんは何を。誰も一言も口を聞かなかったわ。重い重い沈黙。そこにやっと起きた煮干しがやってきたわ。遅れちゃった、許しておくれって言いながら、その場がさらに凍りついたわね。絶対言わねえよ、あのキャラだったら。こんな感じにね。お、なんか見つけたお前。ねえねえ、なるほど君、どうしてかな、結構面白いのに。そういうことかい。うまい雰囲気も和みそうなもんだけどね。そこに突っ込むなよお前。大場ってあのおばちゃんだよな。おばちゃんはどうして煮干しさんを。彼がスタジオに向かうのを見たからと言ってた。ああ、トン様のことか。刑事はおばちゃんの証言だけで煮干しさんを逮捕したんですか。さあ、後で聞いた話では彼女写真を刑事に渡したみたい。例のゲートのカメラが撮った写真だな。まあ彼女胃袋のことになると見境がなくなるから。とにかく特に手がかりになりそうなことはないな。全部聞くよ俺は、いなかったことに。そう、他の人は取り調べを受けたみたいだけど、私ああいうの嫌いだから。なんでそんな自分勝手なことを。撮影所の人間は思いやりがあってね、会議をしていた私たちが犯人のはずはないからってかばってくれたの。よく言うよ、会議に出ていたのは偉いさんにスポンサー、どうせ例のプロでも使ったんだろう。台本や演出の音、大事なものを盗まれちゃまずいわ。まあそれはそうですね。ちょっと待ってくださいよ。お前それはそうですね、ちょっと待ってくださいよっておかしいだろう。そもそも第一スタジオにはリハーサルのために来たはずです。なんで台本やノートを持っていなかったんですか。リハーサルなんかできないって思っていたから。どうしてです。殺人があったでしょ、何にしてもリハーサルなんかできるわけがないわ。まあそれはそうか。もう、何。お、見つけたお前。証人、今の発言には問題がある。なんだって。よろしいか、リハーサルがないと思ったから台本を持っていかなかった。それではまるで、そうだよね、殺人したってことになるよね。殺人してってか、殺人が起こるって分かっていたからね、あらかじめ持っていかなかったになっちゃうからね。コテージを出る前からすでに死体があると知っていたようだ。ミツルギ、お前、おい、正しくいい、ミツルギ検事。検事っていう役割分かってないぞお前もう。ちょっと悪を潰す正義になってるな今。今の発言ですか。確かに指摘の通りです。しかし警察側の人間との取る行動とは思えません。まるでそう弁護人ではないですか。ご心配いただくのはありがたいが、私の取るべき行動を決めるのは私だ。さあ証人、答えていただきたい。剣に助けられた。検事は弁護士とグルってわけ。まあいいわ、私そういう意味で言ったのではなくて、リハーサルがないと思ったのはそれなりの理由があるわ。では証言を修正してもらいましょう。怪我した胃袋にアクションは無理したから持っていかなかったの。怪我した胃袋。
え、胃袋さん怪我してなくない？だって別に怪我したのって煮干しさんじゃないの？普通にどうして怪我のこと知ってるんですか？どうしてって、うざいよ、あいつから聞いたわ。うざい監督か。そうよね、普通そうね。そう、俺も分かった、気づいたよ。怪我したんだって煮干しだもん。ちょっとなるほどくん、今の証言よく聞いて、なんか変だよ。ちょ、これ調子はいいな。ここで何かを見つけられなかったら今までのことがみんな無駄になっちゃうんだよ。なるほどくんを信じてる。だからなるほどくんも。これど何突きつければいいんだろう。ダンコテージに怪我したっていう証拠あるっけ。煮干しの写真でいいのかな。じゃあお、正解したかな。怪我をした胃袋さんか。ちょっと待ってくださいよ。怪我をしたのは殿様の方、煮干し三郎なんですよ。なんだって。なるほど君、どういうことですか。確かに胃袋さんは足を引きずっていた。しかしそれはあくまで煮干しさんのふりをするためだった。どういうこと。裁判官、間違えた。午前中の打ち合わせで確かに怪我人が出ました。しかしそれは煮干しさんであって胃袋さんではない。なぜあなたは怪我をしたのが胃袋さんだと思ったんですか。うざいに聞いたんだよ。そうだ、あいつが勘違いしたのさ。それはありえません。うざい監督は打ち合わせに参加していました。だから煮干しさんの足の怪我のことはよく知っています。彼が間違えるはずはない。君神さん、あなたは実際に足を引きずっている胃袋さんを見たんです。しかし怪我をしたのは煮干し三郎のはずですが。ここで思い出してほしいんです。胃袋さんも足を引きずっていたじゃないですか。煮干しさんのふりをするために。あ、それはいつだったか。それは殿様の着ぐるみを着て第二スタジオへ向かい、そして殺害されるまでの間だ。その通り。姫神さん、あなたは足を引きずった殿様と会ったのです。殿様の着ぐるみには胃袋さんが入っていた。だからこそあなたは胃袋さんが怪我をしたと勘違いしたのです。これは決まったでしょう。これは決まったわ。静粛に。証人、何か反論は。行く来たか。暴走パターンか。今度こそ反論なんかできるわけがないさ。じゃあ聞かせてもらおうじゃないの。真犯人というものはどうしてこうしつこいんだ。私が胃袋の死を望むその理由は何なのさ。落ちぶれていたとはいえスターだったんだよ。あいつが死んだって私には何の得もないじゃないか。動機というやつですな。確かに彼女がなぜ被害者を殺害したのか、その理由はまだ明らかにされていませんな。いかがですか弁護人。つまり動機を証明することはできますか。動機は、動機は、動機は、まあ何かしらない、何かしら。わかりました。証拠品を見せしましょう。この事件の動機を物語る証拠品は、マジか。でもこの写真じゃないの。この写真だって多分姫神じゃないのこれ。ね、姫神っぽいよね普通に考えて。違うんかな。でも他のやつは別に大したことないもんな。
他のやつはだって違いすぎてさ、これぐらいしかなくないっていう、消去法的にさ。なんか違うっぽくない？これです。これはさっきの写真ですか？あれ、これ失敗臭くない？大丈夫か？今回の事件の動機を物語っているのです。そうですね、ヒミガメさん。あ、でもこれ成功だな。5年前スターダムの頂点に立っていた胃袋さんは姫神桜の力で事件をもみ消してもらった。今回の事件はその時から始まっていたんです。皮肉なことに胃袋さんはこの事故をきっかけにスターの座から転落することになってしまいました。罪の意識があったのだろうな。しかし女神桜はそんな胃袋さんを利用した。格安のギャラで胃袋さんを散々こき使ったのです。ふん。では今回の悪代官の役も。胃袋さんにしてみれば屈辱だったでしょうね。ちょっと待ってください。なるほど君、さっきからあなたは胃袋さんの話ばかりしている。これではまるで胃袋さんが姫神桜を殺害したように聞こえます。しかし姫神さんの方はどうなんですか？そうさ、あんたの話によれば私にとって胃袋はいい金づるじゃないか。そんな都合のいい男を私は手放したくないね。弁護人、彼女の動機を教えてください。これダメじゃん。これダメなの？これ絶対さ、動機ないとか言ったら終わるよね、多分。動機ないとか言ったら多分終わるよな、普通に。動機などない。逆に動機なんてありませんっていうスタイル。動機なんて必要ないなんかないもんな、絶対。でもなくないっすか？胃袋の指紋がついている。いやでもこれまだ使ってないから、これ多分結構キーなんだよな、普通に。でもこれが動機になるかと言われたら別にならないもんな。まだ失敗してもまだギリギリ耐えれるから失敗してみようか。わかりました。姫神さんの動機を示す証拠品。これじゃないの？これぐらいしかあって胃袋要素ないんだけど、他ないよな別に。だって他あるか。同期ステーキの皿なわけないし、ライトバーンなわけもないし。だって睡眠薬を使ってさ、胃袋はさ、その煮干しをね、寝せるっていうことはさ、何かしらあるよね。だって普通に考えたら、睡眠薬使ってさ、わざわざね、煮干しを寝させるってことは、本当は煮干しを殺したかったとかじゃないかな。違うんかな。現場の道を塞いでいた。これぐらい、これがダメだったらもう証拠ないわ、正直。キュータだし、別にこれは証拠にならないし、これもないし、ないし。で、これダメだったから。あ！成功です。その証拠はこれですよ。それが姫神さんの動機を物語る証拠品ですか？弁護士の狂気を物語る証拠品じゃない。うまいこと言いやがって。いやん！なるほど、あと一歩なんだよ。お願いだからよく考えてよ。
はぁ、あ、動機なくない別に。え、動機ならやってみようか。じゃあアヌスって絶対違うって。お前の唇でわかるわ。絶対違うって。彼女はただ階段から突き落としただけなんです。なるほどね、そういうことか。それも考えたよ、それも確かに考えたけどね、むずいよね、さすがに。そこをだって動機は何ですかって聞かれてこれを返すのは難しいわ。殺意を持って襲いかかってきた胃袋さんをね、なんだと。簡単なことです。殺意があったのは胃袋さんの方だったんですよ。なんだって。いいですか、胃袋たけしは睡眠薬で煮干しさを眠らせた。胃袋たけしは楽屋に忍び込み着ぐるみを盗んだ。胃袋たけしはそれを着ておばちゃんの目をごまかした。そして胃袋たけしはコテージへ向かった。一体何のために。自分を散々利用した姫神さくらを殺害するためです。おった。あなたがやったんですね。あ、なんか悟りの顔してるね。そうよ、悟りの顔してるわ。いつもと違うもん。なんか犯人はこの私よ。この私が、え、医者だ、早くしろ。すごいしさ、もう手遅れじゃ。あ、姫神さん、これは一体どうしたの、何があったの。匠さんがコテージの階段から落ちて。回想か、匠くんか。姫神さん落ち着いて。そうよ、一体どうして。事故だったんですよ、胃袋さんのアクションシーンで。匠くん好きだったんだ。触っちゃダメです、姫神さん。いやー、死なないで、お願いお願い。あー、飛びすぎた。楽になるよ、さくら。おめでとう、なるほど、おくん。私の負けね。睡眠薬使わなかったな、結局。鶴木健二、姫神さくらを。控えす、冷静なものだ。そうですか、なるほど、おくん。はい、どうやらまた奇跡が起こったようですね。ははあ、それは違う、裁判長。煮干し三郎は無実だった。だからそれが証明された。当たり前のことだ。そうですね、その通りです。では煮干し三郎に対する判決を言い渡しましょう。無罪で、これが終わっ、おお、煮干しお前いるんかい。では本日はこれにて閉店。よかったね。ちょっと消化不良だけどな、あいつの姫神さくらのそのね背景知れてないからさ、ちょっと消化不良だけど。もう何と言えばいいのか、本当お世話になりました。よかったですね。はい、ただ胃袋さん、僕の着ぐるみを盗んだってことは、姫神プロデューサーを殺害してその罪を着ぐるみごと僕に着せようとしたんでしょうね。それだけが悲しいです。なるほどさん、どうして。はい、教えてください、どうして胃袋さんは僕に罪を。え、いや、もういや、これは別に証拠品見せなくても別に、まあ
わからないよ。それは今となっては知りようもないですね。そうですよね。ふう、なんとかごまかしたのかな。おめでとうございます、ニボサブさん。いや、皆さんのおかげで父様を続けられます。早くあの汗臭い着ぐるみを。どうかしましたか？いえ、なんでも。なるほど、ミスルギケンジが来た。お前この角度とブサイクなんだよな。お前正面から見るとブスなんだよな。これはかっこいいわ。なるほど、何か言え。苦手なのだ、世間話。ありがとうございますじゃないの。残念だったな、ミツルギ。いきなりそれか。はっ、ありがとう。君の協力がなければ姫神に逃げられるところだったよ。恐縮です、煮干しと申します。ミツルギと申します。いつもテレビでご活躍を拝見しております。そっちけ。なるほど、私たちはこうして再び出会ってしまった。これさ、次回以降あれなのかな、ミツルギとなるほどのさ関係がわかんのかな。再び、しかし出会うべきではなかった。おかげで私の中に余計な感情が蘇った。余計な感情？不安、そして迷いだ。それは余計な感情じゃないだろう。私にとっては邪魔なものだ。いいか、なるほど龍一、もう二度と私の目の前に現れないでほしい。それだけ言いに来た。なるほどさん、今の方お友達なんですか？そんな、友達なわけないじゃないですか。敵ですよ、敵。ね、なるほどくん。今はね。なんでそう思わせぶりなこと言うかな。教えてよ。お前の声、なれんわ。こうしてこの事件はついに幕を下ろした。ごめん、ちょっと長いかもしんない、今回。僕が法廷でぶちまけた胃袋さんの事故は、大きく世間を騒がせることになった。しかしその結果、エイド撮影所は再び方針を変えて、子供のためのシリーズは続けられることになった。はっ！姫様！なるほど君、今日だよ新番組、一緒に見るんだからね。しかし、本気でやるとは思わなかったよ。ナルト君も買うんだよ、トレーディングカード。キュータ君やスタッフのことをトレードするんだから。はいはい、分かったよ。でもよかったね、ニボサブさん、また主役だって。主役なの？これで主役なの？今度こそ顔出るかな。この着ぐるみの中にニボサブさん入ってんのかな。ますます出ないと思うよ。出れないわな。さすがに。よし、じゃあここで終わろうか。終わりだった。あるよ。逆転、そしてさよなら。最終章かな。じゃあこれで終わろうか。じゃあ、あざした。